こんにちは、モノクリームです。今日はですね、ハッセルブラッドをですね、センサークリーニングかオーバーホールに出しますっていうお話をします。昨日これが届きまして、で撮りました。いろいろ撮りまして、まあデジタルバッグなんでバンバン撮れるという感じですね。まあ中盤、まあ中盤って言ってもフィルムよりは小さいんですけども、いろいろ撮りました。でまあなんかちょっと気になるなと思いながら使ってまして、で今日の朝方ですかね、なんかその絞って撮ったら結構ゴミがついてましてですね、てんてんてんってたくさん映ったんですね。 F11 ですかね、 F11 で、はい、ちょっと空撮ったんですけど、すごいゴミだったんで、まあカビじゃなければいいなと思いながら今思ってるんですけど、とりあえずセンサークリーニングはもう必須なんで今日早速持ってきます。でハッセルブラッド東京が神宮前にありましたよね。ただ去年ちょうど調べたら去年もうクローズしていて、多分今お店はあるのかな、まあなんかまだあるっぽいっていうか看板だけあるみたいなんですけど、営業はしてないはずなんで、とりあえずハッセルブラッド東京に連絡するんだったらメールしか今なくて、でまあ面倒なのもあるので、もう北村写真機店新宿に持って行ってお願いしようかなと思っています。で結局まああれですね、このフォーカシングのスクリーンっていうのかな、これアキュートマットではないんですけど、とりあえずそこには汚れがあって、それは拭けばいいかもしれないですけど、とりあえず写った写真にゴミがめちゃくちゃあるので、まあこれライカ M8 の時もそうだったんですけど、中古で買ってセンサー汚れてたんでしょうね。で何度かそれはライカオフィシャルに持ってたんですけど、なんか残ってたんでカビだったのがよくわかんないんですけど、でゴミが映り込むってことはこのフロントにあっても多分大丈夫なんで、基本後ろ玉ですよねにゴミがあるかセンサーか、でこの 500cm のボディは関係ないはずですよね。フィルムの時ゴミ感じたことももちろんないので、フィルムって毎回新しいクリーンなので、この 500cm のボディは関係ないはずですね、多分。なんでセンサーだと思うんですけど、こっちの 50cm の、うん、それクリーニング持ってきます。というわけでもう早速手元離れちゃうんですけど、はい、まあ、寂しいんですが、どうしようかな、どうしよう。今日も持っていこうと思ったんですけど、来週僕韓国行くんですね。韓国の時にこれ持っていきたいなと思ってたんで、どうしようかな。もうこのまま撮るのもね、ゴミやばいんでちょっと迷いどころですかね。ちょっともう一回その修理期間は聞いてみようと思うんですが、多分いや間に合わないだろうな、今日金曜日ですもんね、もう間に合わないですね。というわけでちょっと旅行を帰ってきてからにするかもしれないんですけども、とりあえず我慢しながら使う感じですかね。でとりあえず今日は何枚か撮った写真をお伝えしつつこの話をしてるんですけど、久々ですね、中盤でブレまくりますまあフルサイズ 35mm 版の方が全然使いやすいです。60分の1でブレないんで、だけどか、はい。で基本こうやって三脚に据えて、でこれレディースケーブルなんですけど、ライカ用に買ったやつをここにつけて、まあ、手でバンってやるのもいいんですけど、このシャッターショック結構でかいんで、まあ、三脚につけたら大体これでピッてやりますかね。
なんで、まあこういう、こういう感じですね。で、ピントも、完全な目測なんで、合ってるかどうかは分かんないと。で、中盤なんで、大体外します。で、フィルムの時、そう、まあ外してたなと思いながら、ちょっと、最近ちょっと目が、荒れ気味なんですけど。フィルムの時外したなと思いながら、まあでもフィルムはフィルムで、まあそんなにガチピンじゃなくてもシャープじゃなくても成り立ってたと思うんですけど、まあ昔のフォトグラファーもね、ハッセルド定番でスタジオフォトグラファーって F11 以上に絞ってストロボでライティングして撮ってたと思うんですけど、まあやっぱりそういうことですよね。ちゃんと撮らないと、ちゃんとこうやって撮らないと、ちゃんとしたの撮れないです。で、使ってみた感じ、ISO 1600以上になっちゃうと、結構ノイジーなんで、まあ、ISO 800以内にしたいと。なるべく、まあ、低ければ低いほどいいと。いうので、で、この三脚に据えるんだったら、30分の1までだったらいけそうですね。30分の1。で、これでリリースすると。で、30分の1の F2.8 でいきます。で、手持ちだったらもう500分の1ぐらい必要ですね。で、絞りが、F2.8 ってめっちゃ被写界深度浅いんで、F8 とか、ですかね。で、まあ、撮ると。いう感じですかね。これが F2、あ、これが F8 か。これが F2.8 で、どんどん絞っていくんですけど、F22 までですね。って感じですね。なんで手持ちの、まあ、スナップで撮る用のカメラではないんですけど、まあ、撮りたいので、昨日撮ってました。まあ撮るんですけどピント合わないですね。はい、でまあこのデジタルバッグ面白いのが、まあこれ 500cm なんで、リリースした瞬間しか開かないんでライブビューできないんですけど、ライブビューを押すとこの水平撮れるんですね。水準計出るので、なので画角決めて水平撮って、でプレイボタンを押してまあ、モニターしながら、まあ、撮る。っていう感じですね。はい。という、まあ、手間のかかる癖のあるカメラです。なので、まあ、作品撮りっていうか、ちゃんとこうやって、腰を据えて、撮りたい場合に本気で撮るっていうか、そういうカメラですかね。で、その、まあ、デジタルがいいのが、ピント外しててもこう距離計で、微調整して何回も撮れるんで、まあ追い込めると、失敗してもいいので、そういう意味ではフィルムよりもデジタルで追い込めるってなりますね。でダブルタップすればバーンって拡大できるんで、ピントを確認しながら追い込めるというのあるんですけども、で、結局、これ楽しいんですけど、97X をつけて、XCD レンズつけるのももちろんやりたいので、ただ、在庫ないし、B&H にあるんですけど、円安でもう高いですよね。高いので、もうマップカメラで僕オーダーしました。XCD の 45mmF4 かなってやつ。まあ、パンケーキレンズ的なやつなんですけど、それがフルサイズ換算で 35mm ぐらいになるんで、で今のがだいたい 64mm ぐらいなんで、まあ結構広角のものを買いましたね。まあ買ったっていうか入荷待ちなんですけども、とりあえずポチって
13万弱ぐらいですかね。まあそれだったらまあ最安だし、まあ、いいかなと思って、多分 2,3 ヶ月はかかるのかなと思うんですけど、巻き長に待とうかなという感じです。まあ、とりあえず今日はそういう感じですかね。なのでもうゴミだらけなんで持っていこうと思ってるんですけど、ちょっと旅行の日程との兼ね合いで、まあもう少し後になるかもしれないんですが、とりあえずまた修理が進んだらご報告したいと思います。はい、というわけで、今日は何の話なんだろうとりあえず使ってみたインプレッションと、まあセンサークリーニングについてお話ししました。